丁ぐらいだと見てる。ちょっと見てみますね。すぐ上がってきちゃう感じですね。そうです。お鍋とかの探しちゃうと、ザーって上がっちゃう。引けもだ。引くは引くけど、ちょっとかなり弱いですね、海水は。ちょっと下げていいですか。よいしょ。おあ、あ、まあけど言うても、まあ、ちょっと曲がってるぐらいで。持ってるような感じは。あ、コーキングですかこれ。はい。あー、はい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 。あ、じゃあよかったよかったよかった。での怖いパターンが、床下に水が行っちゃうと。床下に水が行って、はい、でそれで漏れ出していって、あー、ここある。これちょっと問題だなと思ってて、それからまあなんとなくこう。引きがまあ溢れてくる、床に溢れることはなかったんですけど、ね、ああ、はい、ここのところで少しこう上がってくるような状態には台所の方でっていう感じで上がるようになってきて、まあ、でも床に漏れないから、うん、まあそうですよね、床下に行くよりかは台所の方に上がってきた方が、そこの隙間から水がジャーッと溢れてくるから、あ、こっちに出てきちゃったんですね。出てきちゃうんで、で下の方に漏れてるからと思って一応っていう床下とか省いて、はい、その下から見たんだけど、下にはそんなに水が入ってない。そんな状態です。この排水、外交の排水がいるか。ああ、はい、承知いたしました。この方に、はい、まっすぐが入ってた。ああ、これは薄いのまっすぐがこうずっと流れてきて、これが薄い、屋根から排水管があの角から出て、この子が入ってきて、でここからずっと向こうの方に行って、ぐるーっと家の外を回って、今度こっち側に。はい。よいしょ。おお。油だらけな。あ、けど75で取ってんのか。わかりました。とりあえず詰まってる症状が出てるのは台所のみのような。とりあえず準備してやってっちゃいますね。ああ、はいはいはい。台所の立ち下がり立ち上がりで。10年ぐらい前に、あー、やっぱそうですよね。珍しいですね。本当に75っていう規格の太い配管で台所を取ってるので、おっしゃってた通り蛇腹の中はもうものすごい綺麗ですね。ちなみに築年数的には何年？25年です。25年で詰まったっていうのが。ほとんど初めてぐらいです。10年ぐらい前に1回、いつかは思い出せないけど10年ぐらい前かなと思って、そこで配管を
化粧の蓋のところ今開けてますのでちょっと気をつけてください。細いかに変わるところに行ってるんじゃないかなと思うんですよね。はいはいはい。あと入れたちょっとぐらい入れりゃ、うん、入れるまで行って、こう来てこう曲がってるんですけど、そこのこの曲がりあたりにいます。ああ、いや、手が曲がるところ、
そうですね、なんかこの感じ見る限りこっちの細い50っていう体幹の方がめちゃめちゃに詰まってるんじゃないかなっていう予想ではありますね。ではギリギリまで行きたいところなんですね。もうちょい。
久々に見ましたね、この。あ、違うんだ。水に沈む油かと思ったんですけど。あ、この辺とかそうですね。水に沈む油。結構密度が高くて。そうだと思うんですよね。意外と深いな。これは後で受けれるかな。じゃあちょっとお部屋内の中から作業できる準備しますね。蛇腹ホースから、ここがクランプしちゃってるんで、ここさえ越えれば、あー痛いな。でこれで基礎上行って、うんうん、最初の曲がりで曲がって、うん、まっすぐ行って、この辺とかがまあ油がいた跡ですね。で、せここにあの溜めて水を流したので、もし勾配が悪ければ、うん、缶の底に水が溜まるんですけども、うん、今のところで、これで SS、ソケット使って、うん、でもうここまで油が小さくなってればまず大丈夫で、でこれが50と75の曲がりです、うんうんうん、ここも結構傷んだな。こんな感じでもうかなり小さくなって、うん、レンズが避けれるぐらいなんで、もうかなり小さいです。やった。入ってて、特に水も溜まってないですし、ちょっとここまでしか見れないんですけども、さすがに外に行けば行くほど綺麗になってるので、で勾配もあの特段水も溜まってないので、配管大丈夫そうですね。ですね、この上がっては下がってっていう流れを繰り返しちゃうのがですね、で最後ゴボゴボ言ってるのが、ここに溜まってるんです。そうですそうですそうです、ダブルトラップっていう構造になってるので、今こんな感じで音が鳴ってるようになったと思うんですよね、うん、ちょっとこれで今外のこれを外していきますね。で流れの違いを見ていきますね。今これを外した状態で流していきますね。さっきのこう上にグワーッと上がってくる感じはなくなって、うんで、最後のこのゴボッ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 っていうのもなくなってっていう感じですね。途中で、水位が一気にガコンって流れていっちゃうのは、おそらく、この台所の水量がいいので、まあ、一時的にそう下がっちゃうのは、現状仕様みたいな感じになってる感じですね。なんで、まあ、台所の排水を見る限り、台所の排水マスはあそこ、他の排水は流れてきてはないとは思うので、うん、外しちゃっていい部材だとは思うんですよね、うん、まあ、一応元通りにつけておきますかね。わかりました。じゃあその状態にして、うんうんうん、まああれも汚れてるので最後洗って、戻しておくようにしておきますね。じゃああとはちょっとこの辺片付けて他の水回りやっていっちゃいます。